シャドル壊滅のどさくさに紛れて、俺は俺と似たような実験体たちを解放して回った。最初っから釣るもうとか考えてたわけじゃねえ。ただみんな自由にしてやりてえとそう思ったんだけど、出会っちまったら分かった。俺たちがどこか深いところでつながった仲間だってことが。俺たちは俺たちにしかわからないつながりを感じて一緒にいるようになった。きっと同じような連中が他にもまだいる。だから俺たちは今も手分けして仲間について調べてる。シャドルーの怪しい施設はクソほどあるんで、こいつはなかなか楽じゃねえ。シャドルーのその後を探る奴らと勝ち合うこともある。壊滅したって言っても腐れ縁は簡単には切れねえな。ナイスショー。調べているうちに裏におかしな動きがあるのに気づいた。てめえは。ああ、あまり面識がありませんでしたかね。シャドルーでは金融関係を担当しておりました。お見知りおきを、エド君。ベガが死んで幹部どもはとっくにケツまくったはずだ。てめえはぶっ潰れた組織に忠義立てして何を企んでやがる。さて、行き場をなくしたシャドルーの残党たちの間で、あなたを新たな狩猟にという動きがあるとは聞いています。何？ネオシャドルーですか。あなたにはその資格が十分にある。何しろあの男はベガの後継者だ。ざっけんじゃねえ。誰があんな野郎の、くそったれ、誰かの描いた絵の通りなんてのはまっぴらだ。俺たちは好きに生きる。いつの間にか俺と仲間たちはそんな風に呼ばれて、生き残りどもは俺をベガの後釜に据えようと躍起だし、こそこそと企む JP みてえな野郎もよ。上等だ。だったらやってやろうじゃねえか、ネオシャドル。ただし誰の思惑にも乗らねえ。俺のやり方でやらせてもらうぜ。Oh, God.
せやがる。次来たらぶっ殺すぞ、クソが。なんだよ、てめえらの話なんか聞く気ねえ。次来たら殺すって言ったよな。なんだよな、ネオシャドルって面じゃねえな。そったれ、俺をこれ以上イラつかせんじゃねえ。やっぱりまだ嫌がった。へえ、悪かねえパンチだけど、見込みが足りてねえな。おい、いたぞ。俺が手本を見せてやるぜ。この力は俺のも。なんだ？ああ。いいか。まあ。